それではヒットしていきたいと思います。とりあえずね、まず最初に、ギルドの方なんですけれども、ギルドの方、席の方が、一席空いてます。募集の方は、どうしよう。やっぱりヒューゴかな。ヒューゴちょっと、数も少ないんで、ヒューゴをちょっと募集したいと思います。ヒューゴでカチカチで、ゴリゴリの。ヒューゴさん、お待ちしております。申請。一応今んとこ、一席しか空いてないんであれなんですけれども、また申請していただければ、ちょっと厳選して、承認したいと思います。ゴリゴリのヒューゴさん、お待ちしております。ぜひね、ホットグの方入りたいっていう方いましたら、どうぞ申請してください。一応ね、まあ現在ホット軍は25位かな。まだ明日もあるんです、あるんで、ちょっとね、順位の方はまだわかんないんですけれども、今んとこ今25位かな、になってます。先週はちょっと12位やったかな、12位やったんですけれども、まあ今週ちょっとね、アップデートあって、ね、第二世代の武器とか、強化するために結構ね、ジェム皆さん割ってると思うんですよ。まあそれでちょっとね、きつくなってる部分はあると思います。まあそれではまあ割とちょっと消化してしまったんで、ちょこちょこと、ギルド戦連戦数戦だけやっていこうと思います。はい、アイオンさんとユイカロさんですね。はい、アニカ3で。アニカ3でいきます。88さんかな？883でいいのかな？ちょっとわかんないんですけれども。まあ、高順位の方たちですね。さあ、頑張ろう。勝ちたいとこですね。音量大丈夫かな？楽しませてちょうだい。これぐらいでいっか。持ってね、今の。いけるいける。あら。
これはでもユイカロが体力あるから大丈夫でしょ。おーしゃあーよかったはい、勝ちました。はい、ありがとうございます。はい、アネモネさんとクロムさんですね。はい、よろしくお願いします。さあさあさあ、アネモネさんはね、つい最近入った方ですね。さあさあさあ、どこから来たんだったかな、ちょっと忘れたなすげえ適当だな俺さあ、どっかいるかな。猫塾さん、猫系ギルドですね。ね、みんな猫好きですよね。犬って名前つかないですよね。やっぱ猫好き多いんですかね。まあ僕も猫好きですね。僕はね、やっぱね、猫っぽい女の人が好きなんですよ。早く避難させないと手遅れになるわ。最低。マナバ持ってるのか。はい、あざます。猫塾、猫宿さんかな。はい、あざます。はい、クロムさんとユイカロさんですね。噛んだな。ユイカロさん、ユイカロさんですね。はい、よろしくお願いします。おー、ストロベリー来ましたね。ストロベリー強いですね。ストロベリーさん。はい、よろしくお願いします。名前もね、センスありますよね。なんつう名前やったかな、ちょっと見えなかったんですけど。アニカさんの名前がなかなかえぐい感じになっとったよね。いやー、ラグいなー。持っとったか、この兄か。いやー重い。
ナイス。ラグい。よっしゃ。お前は強い、それは認めるラグいけど勝ちましたね。アザス、ストロベリーさんですね。はい、アザンシャ。はい、サーゼンさんとクロムさんですね。はい、よろしくお願いします。重いな、勝てるかな。ストロンジャーさんですね。ストロンジャーかな、ストロンガーさんか。まあちょっととね、まあまあまあ、まあいけるでしょ。大丈夫だと思います。ね、もう時間がね、そうなんですよ。あと7分しかないんですよ。あと7分しかないんで、ちょっとね。はい、あざんす。ストロンガーさんですかね。51ストロンガーさんですかね。はい、あざんした。ちょっと時間もね、お昼のね、ギルド戦がね、もう時間があと3分ぐらいしかないんで、まあこの辺でちょっとやめようと思います。まああんまりね、あんま、ギルド戦連戦の状況あんまり取れなかったんですけれども、また今後も上げたいと思います。あとまあ何回も言いますけれども、ギルドメンバーですね。あと1空いてます。ね、ゴリゴリヒューゴさん。あと仲良くできるゴリゴリヒューゴさん。ヒューゴばっかですね。ね、申請お待ちしております。はい。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。